はい、レッツソフティーちゃんです。今日はね、久しぶりに祝日のサーフィンでね、祝日の朝から出発しておりますけども、まあ人がね結構出てると思うんでね、なるべくこう、まあ人のいるポイントでもね、そのピークを外してですね、エンジョイかつリラックスなサーフィンができればいいかなとも思いますね。最近ですね、ちょっとこうなんかサーフィンがなーなーになってしまっても、まあエンジョイすることもいいんですけども、ちょっとサーフィンがなーなーになってるなと、ちょっと新たな新境地に達したいなと思ってまして、私の新境地というかですね、まあソフトボードの新境地に達させてあげたいなと、行かせてあげたいなと、ソフトボードを行かせてあげたいなと思ってましてもう潮吹かせちゃいたいなと、ソフトボードに、海だけに海だけに、そんな感じでですね、具体的に何かというと、トップアクションですね、ソフトボードでじゃあ普通抜いてやるって話なんですけども、そこはやっぱり天の弱のソフティちゃんなんでね、このソフトボードでね、ちょっとトップアクションの練習なんかしちゃおうかななんて思って行ってきます。おお、良さそうですね。ライトもレフトも、ああちょっとこれはダメか。まあでもロングならね、ずっとこうやってインサイドの方までね。まあここはちょっと混んでるんで私入んないんですけど、まあちょっと撮影だけなんですけども、でも入りたくなってきたな。結構人多いですもんねこれねさすが祝日のパワーはすごいですね。この辺がね、比較的人が少なくてね、ピークもあってちょっとバックウォッシュ入ってるんですけど、まあそれはそれで楽しいかなということでね。あ、サップの人も入ってるな、あそこに。ちょっと向こうのね、テトラの方はちょっと人が大勢入っちゃってるんで、こっちの手前でね入っていきたいと思います。はい、では入っていきたいと思います。行ってきます。ソフティ開始。ソフトボードあるある、サップと波待ち位置が一緒、癖強すぎる波だが、パワーゾーンに戻って、向こうから来るスープに当てる。ライトののりしろを探る、ちょいバック。これのりしろ、ここから張ってくるぞ。から急に終わる波、ロングボーダーいい波掴んでる。ボヨンボヨンのテイクオフから ワンターン、無理やりスープに当ててフィニッシュ。クセ強バックウォッシュ、ボヨンボヨン波に苦戦する。当てるスープがない、とにかくインサイドまでつないでみよう。必ず何かが起こるはず。何も起こらなかった。何かを起こせ。かろうじてフローター、しょうがなくポジションを大きく変える。祝日のお祭り騒ぎゾーンに到着。当然こっちの方が良さそうですね。当然ですよね。ソフティー劇場が開幕する。
上下を大きく使うアックスからカービングでフィニッシュ。そう、ここはお祭り会場。お祭り会場だからこういうこともあるのだ。インサイドに突然ソフティーピーク出現させ男。ないと思っていたのりしろが出現。トップアクションのことを思い出すソフティ。初心者用ソフトボードでここに当てる、そんなことが可能なのか。よくわからなかったので陸からの映像をどうぞ。不可能を可能にする変態が海から上がる。波をしゃぶり尽くす変態。でしょ。めったに私ね、あの海のことね、海や波のことをけなさないんですけどね、クソでしたね。クソでした。はい。はい。なかなか癖強のね、急に惚れたり、急にたるくなったりね、まあバックウォッシュのせいだと思うんですけどね。なかなかの癖強波で、でまあ。今日ね、祝日でね、やっぱり祝日はすごいですね。人がね、大勢賑わってますけどね。まあそんな中ね、なんか視聴者さんに急にソフティングとかなんか囁かれて笑っちゃったんですけど、急に笑っちゃいますね。なんか誰だろう、そんな面白ワード考えた人。まあさっきはね、クソな波だとかね、そういうこと言っちゃったんですけども、でもなんだかんだね、まあ楽しめちゃってましたよね。ソフトボードだから、なんなのかな。まあソフトボードだからでしょうね。ショートじゃきついしね。で、ロングでもああやって急に惚れたりとかすると、やっぱ対処できなかったり、まあ危なかったり、やっぱり。ソフトボードだからあんなね、急に惚れてこけたりしても安心だし、やっぱりソフトボードだからなのかな。なんか私ソフトボードからね、一銭もお金もらってないんですよ。ソフトボード界隈から。1円たりとももらってないのに、なんでこんな、そろそろお金誰かください。1円ももらってないのに、なんでこんなに勝手にソフトボードアンバサダー活動してんのかなと。自分でも不思議なんですけども。まあ今日は祝日でね、これからちょっと子供とね、公園でね、楽しく。一番ね、ほっとする瞬間ですよね。妻と子供とね、公園でほのぼのと。一番ほっとする瞬間なんで、ソフティもまあ戦士の休息ということでね。行っていきたいと思います。はい、皆さん、またお会いしましょう。レッツソフティ。あ、高評価の方だけはね、もうそれだけは本当に、それだけです、本当に。ソフティは一生懸命こうやってね、サーフィンの撮影したり、ね、ソフトボード活動やってますけど、皆さんがやることはもうこの高評価を押す、ね、これだけなんでね。はい、お願いします。ちょっとハンドルで隠れちゃったけど、レッツソフティ。はい。待ってください。ちょっと待ってください。後ろの車ちょっと待ってください。これ見て。近い。これ近い。煽り運転動画か。煽り運転したらマッチョがその車から出てきた動画か。おい。マッチョだぞこっちは。やんのか。マッチョって言ってもね、ビビリなんだよね、私ね。もうマッチョが特に喧嘩が強いとかそういうわけでもないですし、私ビビリなんでね。まあでもマッチョはマッチョなんでね。
はい、待ちやんのかおい、こっちはマッチョだぞこの野郎、ああやんのかおい、やんのかやんのか車の中でね、これ叫ぶのが精一杯なんですけどね。はい、煽られていきましょう。これね、煽り運転してる車が一番ビビるやつやろうかなと思います。これ一番ビビるんですよ、煽り運転してるサイドからしたらね、してるサイドからしたらね、これね、これ一回ね、こうハザードつけてね、こう止まっちゃうんですよ。だって止まっちゃうんです、こうやって止まっちゃって、止まっちゃうんです、こうやって止まっちゃうんです、ハザードつけて止まっちゃって、その後すぐこうやって行くんです。そうすると、この煽り運転してた車はその後すぐこう後ついていくんです。そうすると煽り運転してる車が、あら不思議、煽ってたと思ってたのに俺が今度煽られてるみたいな。だからそういうことしてるからトラブルになるんだっつうね。はい、冗談ですよ皆さん、冗談、ソフティ的冗談ですよ、ソフティ的冗談ですこれ。はい、さあ今すぐ入ってくるんだ、私は君が入ってくることを臨戦態勢で待ってるぞ、さあ来い今だ、さあ入ってこい今だ、来い、さあ来い、ここだ、ここに入ってくるんだ。